この動画のコメント欄8割ぐらいはおかえりぐらいで埋まりたいな。お久しぶりです、トミックです。よくわかんないけども今まで買ったやつの中でトップ3ぐらいに入る超高級品を買ってきました。それはじゃじゃん、卵。ボラコのカラスミでございます。ボラっていう魚の卵のカラスミなんだけども、これね、何がすごいってこれだけで数万円ぐらいするからね。明太子とかイクラと同じ魚卵です。でも何倍何十倍っていうぐらいの高級品でございます。こいつを使ってね、ちょっとおつまみと料理をしていこうかなっていう感じでございます。この柔らかさ的にはなんかすごいちょっと明太子風って思ってるんだけど、ちょっと中はどうなってるんだろう。じゃあちょっとこいつをとりあえず切っていきたいと思います。このカラスミを切っていきましょう。まあなんか明太子みたいな感じかな。これだけでも一応食べられるみたいなので、よいしょ。お、なんかもっと明太子みたいになんかこうジュルンって出ると思ったけど、意外と塊になってるっていうか、多分料理とかでは非常に扱いやすいやつだと思う。卵を切り終わったので、普通に食べるやつはちょっと炙って食べます。先ほど切ったね、これくらいのサイズのカラスミはカラスミパスタを作っていきたいと思います。やっぱ久しぶりのね動画なんでね、そこはやっぱ気合を入れた、気合を噛んじゃったね。カラスミです。炙るとこなんかウニみたい、本当に。あの味付けはね、このままで大丈夫らしい。いただきます。焼き明太子の味なしバージョンみたいな感じ。こんなものが数万円もするの？食べ方間違えてんのかね。うん、醤油つけるとうまい。パスタを茹でてるうちに、こっちのフライパンの方で、カラスミのソースを、作っていきたいと思います。まずはね、オリーブオイル、刻んだニンニクを入れて火をつける。これはね、強火でやります。ちょっと火を離しながら、いい感じにやります。これね、結構使えるよ。ニンニクのね、香りが出てきたら輪切り唐辛子を入れる。ここまではね、あのペペロンチーノとかそっち系と作り方同じですね。ここでね、白ワインを入れます。シーフードチーン、カラスミを入れます。チーン、ちょっと醤油を。できました、和風カラスミパスタ。あのたらこパスタあるじゃん、明太子パスタ、あれのもうちょっと癖のないバージョンみたいな。すげえ、これはこれで好き。1週間ぶりの動画見てくれてありがとうございました。いいな、美味しそうと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。今日からもね、通常運転のつもり。じゃあみんな、バイバイキン。